第十一レース一着となりました、静岡の渡辺勝弘選手です。一着、おめでとうございます。ありがとうございます。<laughs> 今日は、どう走ろうと思ってたんですか。そうですね。まあ、吉武が積極的に仕掛けていくと思ったので。まあ、それ、力で叩こうと思ったんですけど。ちょっと、作戦と違ったんですけど、まあ、うまく走れてよかったです。しっかり、こう、レースもね、あの、コースも見えてたように、余裕があるように見えましたが。 まあ余裕はあったんですけどやっぱちょっと落車とかもあってちょっと展開的にやばいかなって感じだったんですけどまあ一着まで行けてよかったですライン1、2も決まりましたそうですねまあラインでゆうじさんとあと飯島さんも四着以内に入ってると思うんでまあ勝ち上がれたのは大きいかなと思います今日のこのコーチバンクはいかがでしたか今日は風もなくてまあ走りやすかったですね渡辺選手にとってこの500のコーチバンクっていうのはどうでしょう うん、あんまり得意なイメージないですけど、まあ前回来た時も初日一着取らせてもらって、まあ二日目ダメだったんで、まあ今回しっかり二日目三着以内に入れるように頑張ります。皆様ぜひ応援よろしくお願いいたします。それではですね、応援してくださった皆様に最後にメッセージをお願いします。はい、明日も一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。おめでとうございました。渡辺勝弘選手でした。